6月21日、デンバーで行われた、ロッキーズとドジャースの試合で、大谷が今シーズン21本目のホームランを打つという、感動的な瞬間がありました。この状況は、ロッキーズの外野手にとって、大きな失望をもたらしました。彼は、ほぼその打球をキャッチできそうでしたが、惜しくもチャンスを逃しました。その日の試合は、ドジャースが5対3で勝利しました。 試合の最初のイニングから大谷は相手の投手が投げた約143.4キロのシンカーを強力に打ちました。ボールは約163.3キロの速度で飛び、約130.2メートルの距離を達成し、大谷のキャリアで7本目の先頭打者ホームランとなりました。この状況で注目すべきはロッキーズのガイアシュ・ドイルの反応でした。彼は大谷の打球をキャッチしようとセンターのフェンスに向かって全力で走りました。 タイミングを合わせて、ドイルはジャンプし、フェンス越しにグラブを差し出して、ボールをキャッチしようとしました。しかし、ボールは彼のグラブをかすめて、スタンドに入りました。直後、ドイルは地面に座り込み、帽子を取って頭に手を当て、自分の失望を明らかにしました。もう少しで取れたのに、という反応が、彼の表情に現れていました。この状況は、多くのファンに、ドイルの努力と、大谷のホームランを阻止しようとする、彼の試みに対する共感を呼びました。 大谷の打球は通常非常に高く飛ぶため、外野手は目で追いかけてフェンス近くまで走る時間があっても最終的にはキャッチできません。大谷がバットの先端にしか当たらなくても、ボールをこれほど遠くまで飛ばせるのは驚異的です。ドイルのジャンプのタイミングは非常に正確で、私は彼がボールをキャッチすると思いました。ドイルは広い守備範囲を持ち、とても積極的で素晴らしいプレイヤーです。まだ26歳ですが、ドイルはすでにメジャーリーグの優れたセンターです。 テオスカー選手の途中スイングがセーフと判定された後、ほとんどの途中スイングはアウトと判定されました。ロッキーズチームも同様に、すべての途中スイングがアウトと判定されました。大谷選手のホームランについては、本当に印象的です。それは、130メートル先まで飛んで、フェンスに触れたと言われています。おそらく、ホーム側から見たら、フェンスに触れているように見えるだけでしょう。ドイルは、本当に素晴らしく、これまでに見たことがないほどです。昨日のダイビングキャッチのように、 今日も彼がボールをキャッチしたと思いましたが、アナウンサーがゴーンと言った時に、ボールがスタンドに入ったことが分かりました。昨日、ドイルはセンターからの直球を素晴らしくキャッチしたので、今日は大谷がホームランで答えました。両方とも素晴らしいプレーであり、目撃するのは非常に興味深いです。ビデオでははっきりと見えませんが、おそらく彼は精神的にかなりの影響を受けたのでしょう。 ボールをキャッチできず、後悔するのは、ボールがグラブをかすめた時だけですが、実際には、ボールははるかに高く飛んでいました。メジャーリーグの野球場のガイアフェンスの高さは、非常に素晴らしいです。一方、NPB の野球場のガイアフェンスは、ガイアシ手がジャンプしても届かない高さです。これは試合をあまり魅力的にしません。ボールの行方を心配して観察しても、同じフレームに収まっていないとわかりません。フェンスに衝突した後に、選手が立ち上がらないのを見ると、誰もが心配します。 しかし、もっと注目すべきは、大谷がホームランを打った後に、全速力で走らないとき、彼は常にできるだけ、白線を踏まないように努めています。これは、彼が少年野球をしていた頃から、養われた良い習慣です。確かに、ドイルは、非常にボールをキャッチすることに決心していました。昨年の試合で、ジャッジがボールをキャッチしたときのことを思い出します。本当にギリギリの状況でした。彼らは、最後の瞬間まで、決して諦めません。大谷の力が勝ちました。 大谷は堂々とトップに立ちました。彼が小ズ選手との距離を保てることを願っています。しかし、ロッキーズがそのようなボールをキャッチするのは非常に難しいです。130メートルも飛ぶ打球を高さ約126メートルのフェンスを越えてキャッチするには、バードマンのような優れた技術が必要です。試合を観察すると、ボールは手が届きそうに見えますが、横から見ると明らかに届かない高さで飛んでいるのがわかります。 ドイルもおそらく大谷の予想外で信じられないホームランに無力感を感じたのでしょう。ベッツが負傷した時、大谷は一番のポジションを引き受け、水を得た魚のようにプレーしました。5月下旬から6月上旬にかけて、彼はあまりヒットやホームランを打てませんでしたが、今では調子を取り戻しました。6月もまだ3分の1が残っており、6月の男というニックネームを持つ彼が、 打率、ホームラン数、打点数をどのように向上させるか、盗塁も含めて楽しみです。WBC でもそうでしたが、最近ますます、大谷がチャンスを作るのが非常に上手であることを実感しています。ランナーがいると、攻撃の選択肢も増えます。従って、いくつかのチャンスを逃したように見えるかもしれませんが、リーグの得点ランキングを見れば、彼がチャンスに弱いのではなく、リードオフとして、プレーする方がリラックスしているのだと思います。 毎年、6月と7月には、両方の役割でプレーする際に、彼のパフォーマンスがピークに達しますが、8月以降は、徐々に落ち着いてきます。しかし、今年は春の初めに、多くの出来事があったため、彼のパフォーマンスが、半月から1ヶ月ほどずれているようです。これは、7月以降が彼のピークであり、シーズン終了まで、体力を維持できることを意味します。初めから期待していた驚くべき結果が起こると信じています。 彼が40、40の目標を達成するだけでなく、トリプルスリーのタイトルも目指していることを願っています。そして、何よりも、ワールドシリーズ優勝と、MVP の夢も実現するでしょう。2年前、大谷は、長打力があったものの、打率は平均的でした。しかし、昨年から彼は打率を改善しました。おそらく、極端なシフト戦術の禁止と、ホームランだけでなく、ヒットも増やすことに集中することで、彼は改善しました。 来年も彼が先発投手として優れた成績を続ければ野球選手としての頂点を見ることができるでしょう。彼はサイ・ヤング賞とホームラン王の両方を獲得できるでしょうか。現時点での大谷の成績は火の打ちどころがありません。得点圏でのパフォーマンスはまだ完璧ではないかもしれませんが、重要なのは10月です。投手としての大谷は短期決戦で非常に強いようですが、打者としてはまだ未知数です。 彼がその時点で、ピークのパフォーマンスを発揮できることを願っています。相手から見たら、確実にこのようなリードオフバッターに、直面したくないでしょう。今年は、印象的なホームラン能力だけでなく、高い打率、良い選球眼、盗塁能力も持っています。そして、以前は苦手だった左投手に対しても、右投手とほとんど変わらずに打てます。得点圏での打率も上がりつつあります。実際に弱点がありません。最強としか言いようがありません。 大谷のホームランはチームに得点をもたらすだけでなく、今シーズンの彼の印象的なパフォーマンスを証明しています。MLB を観戦する人々にとって、大谷は強力な攻撃力と優れた技術を持つ象徴的な存在となっています。彼が出場するたびに、ファンはこのような爆発的な瞬間を期待しています。ドイルが失望したのは、彼がほぼキャッチできたというだけでなく、この出来事が試合の結果に直接影響したからです。 大谷のホームランをキャッチできなかったことで、ドジャースは重要な得点を得て、勝利への道を開きました。ドイルは非常に努力し、ほぼ成功しましたが、ほんの一瞬の小さな不運が、彼を大谷のホームランを防ぐことができませんでした。ドイルの反応は、決定的な状況で、選手が直面する緊張とプレッシャーを明確に示しています。外野手として、ドイルには、ホームグラウンドを守り、相手の強打を防ぐ大きな責任があります。 彼は全ての技術を正しく実行しました。早く走り、高く飛び、正しいタイミングでグラブを差し出しました。しかし、大谷の優れた技術と少しの不運が彼の任務を完遂させませんでした。フィールドでの激しい競争は避けられず、このような瞬間はリーグの魅力をさらに高めるだけです。ロッキーズとドイルはこの試合から多くの教訓を得ることでしょう。大谷のホームランを阻止できなかったにもかかわらず、彼らの努力と投手は賞賛に値します。 このような瞬間は彼らが次の試合でさらに努力するための動機となるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。